笠間市小原茨城県道193号、杉崎友部線は、茨城県水戸市、杉崎町から同県笠間市に至る一般県道である。水戸市、杉崎町の国道50号3県や交差点から笠間市大田町を、ほぼ JR 常磐線の北側に沿って東西に結ぶ約 5km の一般県道。笠間市南友部への宮前交差点で交差する。 都市計画道路宿、大沢線の一部が、本路線の支線となっており、友部市街地の東部で縦断して、同市街地の笠間市平町で、茨城県道281号標、友部停車場線に接続する。1959年10月14日、新たな県道として、東茨城郡内原村大技、杉崎を起点とし、西茨城郡友部町を終点とする区間を、 本路線とする県道、杉崎友部線として、茨城県が県道路線認定した。1995年に整理番号193となり、現在に至る。起点から、笠間市小原地内は1.5車線の未改良道路が続く。笠間市南友部から終点の大田町十字路までに車線の道路であるが、 宮前交差点南友部交差点の区間は1.5車線の未改良区間である。宮前交差点で交差する都市計画道路宿大沢線が本路線の支線となっている。道路法の規定に基づき、水戸市三遊笠間市南友部及び笠間市南友部道間は緊急輸送道路として機能を維持するため災害発生時の被害拡大防止を目的に、 道路用地内に電柱を建てることが制限されている。福音、曲線半径、勾配その他道路の状況により最大積載4トンの普通貨物自動車が通行できない区間。ありがとうございます。